それではヤーソン編始まります。タイニーハウスで一人暮らしを始めました。タイニーハウスはスキルアップが早かったり、公共料金が安かったり、人間関係が早く良くなったりと、いろいろお得な住宅です。そんなマイクロハウスで一人暮らしを始めたヤーソンさんです。確かに一人でも楽しそうですね。コンピューター科学の学位を生かしてミリオネアを狙います。急に雨が降ってきました。大学生の弟さんからのお誘いのようです。クラブにお出かけとはなかなかやりますね。クラブの仲間が全員兄弟なのが少し悲しいですね。他のお客さんもいるようですし、張り切っていきましょう。フロアを独占する兄弟たち。ダンスのレベルが上がりますね。楽しそうですね。わあ、盛り上がっていますね。人も増えたし、ここらでご挨拶始めますか。そうそう、手ごわそうな女子ですが、太刀打ちできますか。ひとまずは大丈夫そうです。友達がたくさんできるといいですね。こうやって若者の夜は更けていくのであった。さて、ヤーソンさんの休日のモーニングルーティーンです。トイレ、朝風呂、ご飯、コンピューターチップを作る。結構行動的ですね。ジョギングも行くんですね。健康的です。とても好青年のような気がします。ひたすらロボット作業台に向かう姿、真面目だ。読書もね。趣味だけで生きていけそうですね。女の子とお知り合いになれるかしら。お誘いも兄弟ばかり。ロボット学を極めんという思い、素晴らしいですね。トイレをぐっとこらえてもロボット学を学ぶその姿、素晴らしいですね。さすがです。でもトイレはちゃんと行きましょう。おや、女性が遊びに来たようです。この方は先日のクラブで出会った方ですね。
ヘルナンデスさんとおっしゃる方のようです。ドルヴェピ、デビシーパノイサモイキフォーム、ハユクラオドリープ、ヤーソンさん、怒涛の質問攻撃です。女性に食らいついていく、その姿勢、素敵です。おっと、評判もダダ上がりのようです。これは何かが始まる予感。臭いとか言われているけど気にしないで。ここは一気に仲良くなるのです。スノーシャー、フィザー、コビーナー、ポプラー、オビアザーラ、アフリン、ゼブン、ジェスネイ。でもとっても臭いようです。片付けましょう。マプセイシ、彼女はとても盛り上がっているようですね。これはいけるんじゃない。機器としてアップグレードしている場合ではないと思う。ああ、ほら、彼女も興ざめよう。ナスティービフリン、ユフロマノール、カシスナ、ゾビゲ。そこで寝てしまうとは情けない。Stulane, Lymphia, Zerpa, Plushi, Rebini, Abimo, Biomi, Lobodyne, Larifica. あの子は一体誰だったんでしょうね。ランドリーデイを購入したので洗濯機を置いてみました。落ちているのは洗濯物です。きれいにしましょう。洗濯機の中にも別の洗濯物が詰まっているようです。そうそう、ジェネセイ。乾きましたよ。洗濯機も乾燥機もいっぱいだったのですね。洗濯物が干されていると生活感満載ですね。まだありますよ。
洗濯物落として行かないで。なんだか火事が身についてきましたね。洗濯が終了しました。洗濯して干してしまって、また洗濯して乾かして、忙しいですね。キリがないぞ。キャー、死にかけましたね。Face a torb. Aha. What's my vadi? Oh. Oh. 待って、洗濯物が増殖してる。洗濯するだけで一日が終わりそうよ。なんてことなの。なんてことなの。なんてことなの。いつの間にか彼女ができてるわ。で、この間の子も来てるよ。なんでいきなり修羅場。Bruce, Skiba. Slufa Clave. Rovia Zara. Oi. Oh my. Yoyu da na. Pumina Flaina. Meshka. Does Grobal. Afflin Wadida. Uh-huh. Warui yatsu ga imasu. しかも手料理で落とすなんて。手慣れた風に見えてきたわ。急にイアソンさんに何が起きたの。
Fwingle Zibs, Fwingle Zibs, Fwingle Bazulorn. 好感度が上がっているわ。ああ、ボンプトイ。女の子を意識していないように見えるわ。安心できる雰囲気を作り出しているの。やるわね、イアソン。なんだか手際よく、いい雰囲気だったような気がするわ。For now.洗濯機面倒だけど面白いわ。生活感があってね。洗濯物が増殖するのはやめてほしいわね。落としていくでない。生活するだけで手一杯ですね。こんな生活でミリオネアになれるのか。一瞬怒りが見えたけど、淡々と家事をこなしていたら幸せになったわね。感情コントロールが良いと
気分の切り替えも上手なのかもしれないわ。洗濯物のムードレッドもつくようですね。雨の中を走るから乾いていないのでは。感情の起伏が激しいな。彼女に悲しいメッセージを送ろう。遊びにおいでなんてドキドキの展開じゃないですか。次回は甘々な展開に乞うご期待。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。